こんばんは。こんばんは。あ、眩しい眩しい。こんばんは皆さん。わ、ギフトありがとう。お疲れー。お疲れありがとう。てるてる坊主もバラも。カマありがとう。こんばんは。皆さんこんばんは。お疲れ様。中村舞です。お疲れー、みんな元気ー、なんかありがとうございます。こんばんは。中村舞でーす。みなさんそろそろありがとう。遅くなりました。だるまハートありがとうございます。え、そう、千穂さんが今日復帰するのを発表したんですよ。そうなんですよ。イエーイイエーイそう、千穂さん復帰ですよ皆さん。イエーイイエーイイエーイねえ、やったねえ。ねえ、楽しみだね。ハートありがとう。そう、早く一緒のステージに立ちたいですいつだっけ、7月2日からかな。そう、活動の再開は2日からです。うん、ありがとうございます。楽しみ。いえいえ、知ってたの？あ、でもちょっと前にぐらい。本当にでも最近です。そう、 LINE しましたえてよ、なんでやねん。そう、風地穂、お、風地穂が見れますね。地穂級も見てください。そう、嬉しい。嬉しいね。私が会えるのはいつだろう。お話し会なのかな。ねんねん、ありがとうございます。最高。お話し会か、ね、お話し会意外とすぐあるよ。この間あったんじゃけど、6月27日、最後のお話し会が7月の3日でございます。はい、ずっと会ってなかった。一回だけ会った会いました。そう、
ずるい、いいでしょう、イエーイ。最近はちょっと会ってないけど、そう、メタメタに可愛いです。誕生日にパフェ食べに行ったの、それいいでしょう。そう、何気に行ってたんですよ。イエーイ。メンバー特権、確かにメンバー特権です。楽しみ。今日はもうめちゃめちゃ眠たくてですね、本当にお腹ついてる、ペンがめちゃめちゃ眠たい。姉貴は寝てる。なんか家帰ったらもう寝てて、でも絶対あれは寝落ちの 寝方だった。寝落ちの寝方って感じだったから、ちょっと起こしてみたんですけど起きなかった。あれは絶対寝落ちだと思って、バタンキューだ、ほんとありがとうございます。タコありがとうございます。起こしたの、起こしたよ。だってなんかメイクしてるっぽかったの。なんかメイクしてるなと思って、これは肌に悪い、メイクをしたまま寝るのは肌に悪い。ちょっともうそれが気になって、私はこれはちょっと起こした方がいいんじゃないかと思って。そう、いや、あの、私が顔をね、こうこうやって寝てる時に拭いてもいいんですけど、ちょっと気になって、メイクをしたまま、メイクをしたまま寝落ちした次の日も絶望に浸る私が。しかもなんか落としても全然なんかつかないんですよ。なんか溶けて、ファンデーションがもうどっかに行った、蒸発した。ファヤー。そう、なんかちょっと肌に悪いので、お腹空いたっぺ。ありがとう。まだ食べてない。あのね、私今日なんか早く帰れたら料理配信しようって思ったんですけど、全然早く帰れなかったので。そう、あ、ちょっとね、明日しようか。あの、なんかね、料理配信をなんか姉にするかもって言って、昨日の夜言って、で今朝家を出たんですよ。でなんか姉がご飯を食べてるのか謎なんですよね、あの寝てるんですけど。で私これやってしまったなと思って、今日全然早くなかったんで、明日しようかな。なんか作るかもって言って家を出ました。そうなんですよ。
何時くらい？え、夜だよ。え、海鮮ギフト届いた？待って、頼んだんだけどさ、届いてないわ。あれ？明日届くんかな？待って待って、6月終わり末ぐらいにね届くってね、なんかメールが来たんだけどね、届いてないね。あれも食べないとダメですね。そう、ちなみになんかカニ、あのカニセットみたいなにしました。あのカニ1匹とかはちょっとさすがにちょっと難しいなと思って、なんかカニ堪能セットみたいな感じのがあって、それを頼んだんですよ。カニです。え、そうや、明日で6月終わる、上半期終わりますよ皆さん。本当にどうします？カニ無言。確かにカニ食べるの精一杯で無言になっちゃう。まだ受け取ってないわ。カニ半期？上半期？上半期終わりにカニ食べる。カニ半期。面白い。面白いコメントだね。カニ半期。ダジャレや。カニ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 大好き。確かに。ケジャン、ケジャン食べたい。カニ味噌好き？いやね、私カニ味噌を食べたことがなくて、はい、食べたいです。なんか美味しいのかな、大人になったから食べれるかもしれません。味がなんかいけるようになったかも。カニカマ好き？カニカマ好きだよ。私カニカマとカニの区別あんま使わないんだよね。え、カニカマってカニじゃないんだよね。でもカニは 1% ぐらいは入ってるのかな。なんかカニカマの正体って何カマですか？カニカマってカニ何パーセント含まれるんだろう。そう、なんか私カニカニカマとカニの区別なんかあんまつかないんですよね。カニカマ、カニを加工したのがカニカマ？お魚だよ。カニは魚じゃないですよね。甲殻類。ゼロでしょ。そうなの？じゃあなんでカニを名乗ってるんだろう。カニは名乗ってないのか。カニカマ。じゃあなんでカニってついてるんじゃろうね。謎です。謎カマ。カニカマはなんかカニカマのなんかお寿司を。お寿司があって、バイキングに行ったら
なんかこの話したかも。なんかバイキングに行ったんですよ。でなんかお寿司コーナーみたいなのがあって、そこになんかカニっぽいのがあったんで取ったんですよ。でこのカニ美味しいって言って、あの家族に知らしめたんですよ。知らしめた、なんて言うんですか、お知らせしたんですよ。このカニのお刺身じゃない、お寿司美味しいよって、食べてみてって。そしたらなんか、これカニじゃないんだけどって言われて、カニカマなんだけどって言われて、私カニとカニカマの区別つかなくて、あ、なんかこれカニじゃないんだみたいなあ、なんかあのちっちゃい頃、ちっちゃい頃って言ってもまあ中高生ぐらいの頃なんですけど、味まだ舌が弱かったのかな、似てるよね。え、見た目は似てない？ちょっと似せてるのかな、見た目似てるよね。なんか私結構こう見た目に判断されるんですよ。だからだってカニじゃん、ほぼあれ似せてるえ、なんで似せてるの？似せてるのであればもうカニを名乗ってもいいと思います。私はカニカマ、カニ認定いいよ。カニ似せてるんだね。何のために？かまぼこ、かまぼこかまぼこなの？カニ、カニ風味？カニ風味？え、ちなみにシタラバとカニカマは一緒ですか？私めっちゃね思うんですよ。なんかでもシタラバはなんかホロホロだなって思うんですけど、めっちゃ似てるなと思って。カニカマあればカニカマの一種、生物みたいですね。カニカマの一種、カニカマの中のシタラバか。シタラバって何？え、なんかねコンビニとかに売ってるんだよ、シタラバっていうね。なんかカニカマみたいな、なんかカニカマビッグバージョンみたいな感じのシタラバみたいな名前のが売ってるんだよ。なんなんだシタラバって。ほんとシタラバのタラバはさ、タラバガニのタラバでしょあれ。シタラバ商品名？シタラバ商品名らしい。あ、そうなん。私あのあれ普通になんかそういうカニカマ的なものだと思ってました。シタラバっていうのがなんか売ってるんですよ。あれカニカマみたいなものなのかな。シタラバは多分タラバから取ってるね、あれは。そう、なんか味がある、いろんな、いろんなっていうか、なんか私が食べたやつは明太みたいな、明太シタラバみたいな。カニカマあれは、いや、カニカマらしい。私は今日この配信で何回カニカマという言葉を言ったでしょう。よく買うの？毎日は買わないけど、たまに買うかな。なんかヘルシーそうだから買う。小腹が空いた時に。めっちゃ売ってるよ。何回かわかんない。カニカマ、カニカマ。カニカマとカニの区別はつかないかもしれないですけど、北海道で食べたカニはめちゃめちゃ美味しかったです。あのカニは美味しいです、本当に美味しい。
一心不乱にカニを食べました。あれはカニだったね。あれは本当にカニだったよ。カニだった。あれはカニでしたね。カニカマではないかもしれません。でもカニカマ美味しいよね。え、カニカマって何なんかな。本当になんか意味わからんくなってきたわ。カニカマ、うん、すり身か。カニかまぼこ、カニかまぼこ、カニかま。そうなんですね。そういうあれなんや。私カニかもやと思った。カニかも、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 カニかまみたいな。カニかもみたいな、そういう由来かと思ってました。あれはカニかまぼこのカニかま。え、今、え、カニカマ、カニカマボコのカニカマ、え、知ってました？知らなかったわ。カニカモ、これ食べたらカニカモみたいな。おお、めちゃめちゃキラキラ、ありがとう。知ってた？そうそうな、カニカマ、もうかまぼこに見えんのんじゃもん。だってもうかまぼこ、かまぼこ、かまぼこ、もうむずい。カニかまぼこ、かまぼこってさ、かわいいよね、名前。かわいくない？めちゃくちゃ。カニぼこ、カニぼこじゃない、なんだっけ、あれ、かまぼこ、あれなんだっけ。なんだっけ、かまぼこ、かまぼこか。あ、なんかもう言い過ぎて私ゲシュタルト崩壊してます。わからんくなってきた。カニぼ、カニ、カニかま、カニかまじゃなくてかまぼこか。かまぼこです、かまぼこ。皆さんカニぼこ間違いには気をつけてください。ダメだダメだ。ありがとうございます。カニボコ、カニボコ、カニボコです。かまぼこのボコを取った。もうもうダメです。ああ、かわいい、ありがとうございます。カニカマ、え、ちょっともうちょっとカニカマの口になった。困った。今日スーパーに寄れなかったんだよ、帰りに。スーパーだいたいなんか10時ぐらいまでには閉まるじゃないですか、どこも。なのでちょっと寄れなかった。カニカマ、閉まっちゃう。何作る予定だったの今日？別カニカマはあの作る予定、カニカマ作るんじゃなくて、あのカニカマは食べる予定じゃなかったんですけど、料理配信はあの肉じゃがか寿司を作ろうと思ってたんですよ。この究極の二択、肉じゃがか寿司の二択。どっちにしようかなって迷って、結局スーパー開いてなくて諦めた。
肉じゃがか寿司、全然違う二択で迷ってました。そう、お寿司屋さん、そう、あの客、お客さんもう寝ちゃってるお客が寝ちゃった。マイケル寿司作れるの？うん、まあね、まあね。握るわ。あとマイロしないとな。マイロをやったな、結構前に。握ります。あのちゃんと時間のお店なんで、あのちゃんと仕入れみたいな、今日はねあれとあれが入ってるよみたいな、赤身はねマグロでね、今日はあとはねハマチかな、ちゃんともうメニューもあのその日によって違うで、時価のお店。あ、カニカマ、カニカマ入れよう。え、姉にカニカマって言って、あ、違う、そうそう、カニって言って、今度カニカマ出してみよう。気づくかな、絶対わかんないよ。秘密ね、カニって言ってカニカマ、今日はね生きのいいカニが入ったんだよへいお待ちで、カニカマをねちょっと提供します。わかると思うよ。いや、私だけ？同じような人いないんですか？あと何分？あと1分くらいになっちゃった。そこバレる？いや、これがなかなかバレないと思う。言葉と見た目で人間左右されるので。おやすみなさい、おやすみなさい皆さん。明日は水曜日だって。水曜日頑張ろう、頑張ろう。それでは私はお風呂に入ります。皆様おやすみなさい。明日おやすみ、ゆっくり寝てねー。